XB-29 棒1号機。XB-29 棒は、アメリカ合衆国のボーイング社が設計、製造した大型爆撃機 B-29、スーパーフォートレスの試作1号機。B-29 スーパーフォートレスの試作1号機として、1942年9月ワシントン州、シアトルのボーイング社工場で完成し、製造番号41から0々に与えられた。 量産機とはいくつか、相違点があり、機体塗装がオリーブドラブであるほか、機体側面の小準用窓の代わりに当初、予定されていた、スペリー製銃刀用の小型風防が、機種上面と胴体後部に設けられていた。9月21日、民間テストパイロットのエディアレンと彼のチームによって、テスト飛行が行われ高い評価を受けた。試作機はこのほか3機製作され、 ボーイング社で製作された試作三号機が b 二十九の量産モデルに採用された。テスト終了後は第五十八爆撃団に引き渡されたが、基礎開発契約に伴い九百四十三年十一月にはボーイング社に対応された。ABC 巻き秀夫、各方写真解説、ボーイング B-29 ナ、no. ンバー五52、分輪道、世界の傑作機、 2002年2月5日、1995からご飯第3冊、25ページ。B-29 日本爆撃30回の実録、P16。ありがとうございます。